セルパは、ネパールの少数民族の一つ。2001年時点で、の人口は15万4622人で、ネパール総人口、約2950万人の0.5%を、占める。主な居住地は、エベレスト南陸に面したネパール東部サガルマタ県、ソンクルブ軍群部地方で、他に、インドのダージリン、シッキムやアルナーチャルプラデーシュ州、ブータン。 チベットのディンキエケンやニ也ラムケンダムチンにも住む。シェルパの居住地は世界的な観光地であり、多くの一般観光客を相手に一年を通してホテルなどの観光業が一大産業になっている。また、選ばれたごく少数のシェルパによるヒマラヤ登山支援も世界的に知られる。シェルパの祖先はその名が示すようにもともとは、 チベット東部地域に居住していたが、17世紀から18世紀に、その地を離れ、南に横たわるヒマラヤ山脈を越えて、ネパールに移住してきたとされる。この地は、寒冷な高地であり、本格的な農業は難しく、19世紀までは主に、放牧や他民族との交易で生活していた。20世紀に入り、外国人のヒマラヤ登山が始まると、 シェルパは高地に順応した体を買われて荷物運びとして雇われるようになった。その後、登山技術を磨いた彼らは案内人としても雇われるようになり、20世紀後半以降活発になったヒマラヤ登山では、彼らなしではヒマラヤ登山は成立しないと言われるほど重要な存在となっている。過去においては、登山体内のシェルパのリーダーはサーダと呼ばれ、遠征してきた。 諸外国の登山隊員もその意見を尊重していたが、1990年代以降、商業ベースの公募隊の登山が活発になると、お客さんと化した登山家側から消耗品扱いされるようになった。2013年4月、シェルパと欧州の登山家がエベレスト登山中に口論、暴力沙汰となる事件が発生すると、シェルパ側から地位工場や、 遭難時の保障を求める声が高まり、2014年4月、シェルパが13人、死亡、3人が行方不明となる、だれ災害を契機に頂点に達した。この年、多くの登山隊が、シェルパの離反などを理由に、登山の継続を断念。シェルパ側が、多少なりとも発言権を確保した結末となった。その後、ネパール観光省は、 2014年9月以降の事故時の保障拡充策として、死亡時の保険金が1万ドルから1万5千ドルに、医療保険金を3千ドルから4千ドルに引き上げている。シェルパの登山ガイド荷物を運ぶシェルパシェルパは、チベット語の方言とも言える言語、シェルパ語を話す。また、ネパール語や英語に通じるものも多い。宗教は、チベット仏教を信仰している。 20世紀後半以降、エベレストをはじめとしたヒマラヤ登山が活発になり、海外から登山客、観光客が増えると、シェルパ側の現金収入のとも増えた。登山案内人の職は、ネパールの平均収入と比べて、高収入であり、職を得るための競争は激しいが、不死の危険も大きく1950年から2009年の、 間に224人以上のシェルパが命を落としている。一方、エベレスト山麓では1973年以降に飛行場とヘリ発着場が作られ、比較的簡単に登山が行われるようになり、観光客相手のロッジ経営、通訳などヒマラヤ観光全般に従事することも容易となった。それによって増加した登山客によって持ち込まれる、 多量のゴミなどによる環境破壊を危惧して近年では自然保護団体を組織している。シェルパの山岳ガイドは極めて高い身体能力を持ち世界の一流登山家に被験するほどの実力を持つものも少なくない。2001年にローツェの冬季登頂に挑んだ花谷康弘は同行したシェルパに対して当時25歳の自身の身体能力と比較しても 全く叶わないほどの実力であったと評している。しかし、シェルパ自身は、登山を純粋な仕事と捉えており、世界の登山家のように栄光や記録を求めて山に登ることは原則としてなく、花谷に同行したシェルパも登山家への転身を進める、花谷の問いに対して、ギャラが出ないのに危険を犯してまで山に登る意味はないと、即答したという。 2010年代に入るとシェルパたちのこうした状況に変化が現れ始める。報酬を得る仕事の一環ではなく、登山チームの一員として山に挑むシェルパが増えてきたのである。その取り組みの結実が2021年にグルカ兵出身のネパール人と残下であるニルマルプルジャによって組織されたオールネパール体制の登山隊が厳冬期の K2 登頂を成功させたことである。 プルジャ自身も8000メートル本14座登頂の世界最速記録を持っているが、同行したシェルパ族登山家のうち、ミンマギャルジェシェルパは、シシャパンマを除く13座に登頂しており、ミンマギャブシェルパに至っては14座登頂の最年少記録と、エベレストと K2 登頂の世界最速記録を持つ人物である。ミンマギャルジェは2015年時点で、近年、 シェルパの中にも登山を単なる仕事以上のものとして、みなす人が増えていると語っており、登山ライターの森山健一は、今後の登山の各種記録はシェルパにより独占される、時代が到来する、可能性があると記した。そもそも少数民族の名称に過ぎなかったシェルパは、ヒマラヤの現地人登山ガイドを表す、一般名称ともなった。現在では、他の民族の出身者でも、 シェルパ族を名乗る場合があり、ヒマラヤに限らず登山の荷物運びや案内役をシェルパと称することがある。日本では、かつて協力と呼ばれていた人々がシェルパと名乗っていることもある。その例として、NHK ドキュメンタリー、新日本紀行の作品の一つに、立山シェルパ村がある。これから派生して、主要国首脳会議で、本会議に先立って、 調整のための予備会議を行う側近や代理人も、シェルパと呼ばれている。また、鉄道の急行バイク間で使用される、補助機関車をシェルパと呼ぶこともある。チベット語で、シャルとパで、東の人を意味する。直球極球、エベレストであまりにもシェルパに甘えすぎていた、登山家たち。産経新聞、httpww.yza.nejp。 記事、コラム、ニュース、14万522、CLM14 兆522億1545万 6N に、HTML2014 年5月24日、閲覧。エベレストでの、恐怖の乱闘。登山家側が、セルパに暴言化、新証言続々。 アフプブニズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ29419182014年5月24日閲覧。エベレストの地元ガイド、今シーズンの登山中止を決定。 アフププニズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30133082014年5月24日閲覧。エベレストアバランチキルズアットリースト12シェルパガイズ。bbc、http www.bbbc.com ニュース ワールドアジアマイナス2 7百7万56382014年5月24日閲覧。ネパール人シェルパへの保険金引上げ、エベレストなだれ事故受け。ロイター。h t t p j p ロイタ t e r c o m アーティクル。アドリーニャフニズ。イジプ分霊ギガバイトレイ DK2014 万8112014年8月12日。閲覧。 ホテルエベレストビュー周辺案内。ヒマラヤ観光開発。http://www.himalaya-kanko.co.jp:/hev:/hev やラウンド。html2014 年5月24日。閲覧。K2 陶器発登頂と事実確認について。森山編集所。 2021年1月27日。4人に1人が死ぬ山系2の登記発登頂、ギャラも出ないのに山に登る意味はない。ネパール人が本気になった登山。ナンバーウェブ。2021年1月25日。新日本気候放送番組全記録一覧1970年。NHK アーカイブス。 h t t p w w w n h ッ o r j p a r c h i v e s h i n n i h o n k i o r j p スラッシュアーカイブズスラッシュ s h i n ダッシュ n i h o n k i k o u スラッシュ u タロクスラッシュ u タロク u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  html u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  年 u 月 u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 